珍しいアングルですね。編集中の小玉さんでございます。はい、知ってます。でですね、今回の動画なんですけど、はい、ちょっとあの釣りに夢中になりすぎて、はい、オープニングを撮り忘れるというちょっと大失態を犯しまして、すっかり忘れてました、ね。はい、こうやってまた撮ろうかなと思ったんですけど、徳ちゃんが今釣りでまたちょっと出かけてまして、はい、今回は俺と徳ちゃんと児玉さんの3人で釣りに行った、はい、映像を、はい、お楽しみください、はい、の真っ黒な顔を見れば分かると思いますけどめちゃくちゃ焼けましたもんね。そうですね、すごい焼けましたというわけで、はい、何が釣れたかお楽しみということで、はい、じゃあ VTR どうぞどうぞ。皆さんご機嫌いかがでしょうか。釣りは世界を救うのでしょうか。そんなことより見てみませんか。釣りよかでしょう。さあ、はい、はい、とりあえず目的の堤防に来ました。はい、はい、なんか俺は聞いてないんですけど、はい、末永くん情報によると、はい、まあシーバスは釣れてるような感じとらしいです、ね、なんかキムが言ってたので、はいね、最初それを視野に入れつつ、うん、何でも釣れたら何でもいいだろうと、はい、まあ昭和ジキングですね、うん、本当私は、はい、グッドミールを小さめの方のブレディ、いいですね、これバス用ね、うん、に開発されたけど、はい、こんなフックなんてもんはバス用だなんだとかは、まあ、コーティングとかあるけどねでも関係ありません、うん、きっとこれはシーバスに効くはず、はいはい、のでこれを読みます。小玉さんはいつものエッグバッカーですまずはまずはこれ投げます、ね、でこの色ですもんね、はい、いつもお気に入りのカラー、はい、お気に入りです、はい、じゃあやってみましょう。はい、よろしくお願いします。頑張りそう。はい、まだ何回なりかけぐらいですね、とやっと梅雨が、はい、明けたぐらいの半ばちょいすぎから終わりまでやもんね、夏が釣れるとってか、この微妙なところがですね、ほんと、ね、なかなか釣れない。こうなるやね、春が一番なんでもいいね、うん、そうですね。でも徳ちゃんはもう春は、春はきついんですよね。春はきついもうやつがね、やつが俺の体の中で悪さしだして、猛威を振るいますからね、猛威くしゃみ、鼻水涙まで出てきて、じゃあ究極にひどい敵が、はい、晴れてだけで、はい、真冬の一瞬だけやもんね、はい、ならんと他ずっと何かに置かされとくんだで一瞬安らぐ冬ですが、冬は釣れにくいと、それが徳ちゃんの悩みです。花粉症の特効薬とかあればいいんですね。児玉さんは？もう今年からちょっと半デビューみたいな。半デビュー。でもそれを自覚したら本当なんか来るんでしょうね。来るっちゃね。洗脳されてね。認めたくない。血抜きます？はい。ずっとじゃあそこにいるんですね、目の前ここ。ぐる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 回ってる。回ってるやつは？釣れない。ただ回ってるだけだから。さあ今のとこあれですよ、花粉症の話しかしてないですからね。何もないですからね、今花粉症の話しかしてないですよ。この3人出たあとバキの話ぐらいしかないですからね。もう終わりですからね。ほら、三鎮始まったですよ。顔見えてないのに顔まで作って。ちょっと気分転換がてらとか。しかも今回はタイムリミットが決まってる。そうですね。今日の夕方で帰らないといけないんで、ちょっといろいろ、はい、試していきましょう。どうしたんですか？死ぬと思うけど、ね、はい、でっかいのが上がってきて、はい、もうチュンって触って、マジっすか？え、目の前にいたんすか？あ、タモ持ってきてね、知らんとこから上がってきた、潜った、くそ潜った、くっさーずっとこれぐらいの位置ば、ずっと追ってるんすか？なんやこれThank you.
ナイス。今チヌのでっかいのが2匹おってね、もうチヌがこうした時にコンってきたけんね、よっしゃーと思ったらなんか変わっとった、えらい軽いぞって思ったけど、でもナイスです。いやー1匹目カブちゃんグッドミールで、グッドミール、うわドキッとした、もうこいつ驚かすやん。いやでもちょっとちっちゃいね、堤防の方からピッて出てきたんでね、うん、多分横取りしていったやろなこいつら、お前可愛いですね、可愛いね。じゃあこいつで料理しますかねって、じゃあリリースします。はい、だってチヌがフーってきてこの辺まで来てる時にコーンってきたみたいな、チヌもえって思ってたもんね、なくなったってなったんですかね。来るんじゃないですか、だから次は、ね、あそうね、はい、そうっすね、もういなくなりましたからね、あここ置きましょう、よし、ま、あードキッとした次カブくん。おえ、あ、ほんとだほんとだほんとだ、児玉さん届くんじゃないですかあれ、左前、はい、潮目があるとこらへんです、なんか跳ねたっすね、ガボガボガボってやってます、はい、あったけど20俺に任せろ、あえ終わった、でもなんかおるやろ、はい、いやでかかったっすよ、なんかはい、はい、シーバスとこですよね、うん、なんかあのバスの出方にとってジャボンって、あーなるほど、あの潮目らへん、おおめっちゃでかいのって、おらかいおらね、おらにも投げる、児玉さんの残座さんが飛びました、こんか、はい、これなかったらちょい移動ですか ね、 ね、届きます、あ、ほんとだほんとだ、そこだ、なんだなんだ、あシーバスかな、シーバス目の前でやってる、ほらほら、これはこのサイズじゃないな、でもでもそこほらほら、まだやってる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 、トクちゃんの小さか、ちっちゃい方がいいかな、多分でもさっき向こうで出たやつですよね、うんと思いますね、こっちに寄ってきてるかもしれない、しばらくずっと水面に出ずに波紋だけもやもやって出てたんで、あ結構長いこと追いかけてます、意外にでかいんじゃないですか、そして、うん、おかけできました、これこれあれだ、霞味系の霞味 GT 系じゃないですか、 GT？ はい、なんかギンギラしてました、あのえメッキってやつですか、そうですそうです、メッキのでかいやつ、あその辺ずっと見えてるやつですか、いや見えてるやつかどうかわかんないですけど、今ギューって上がってきたの、えなんかヒレがギューンってなってましたもん、えもしかしたら追っかけてきたのとは違うやつかもしれないですけど、今あ、何歳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 チヌ、それ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 、なんかヒレのヒレってなってるね、それそれそれ GT ミニ T、 児玉さん投げた方がいいですよ、お取り来たとでしょ、え、なんなんなん、ちょっと待って、鳥肌立ってきた、どっから堤防でメッキの分あって食ってきたことあるね、堤防あれっすね、ほんとなんか誘ったら来んけど適当に回収したら来るんですよね、あれなんなんでしょうね、ほんとこの得意を極めとりあえず予想を見る予想見しながら適当に回収する、はい、下ネタとか喋りながらさっきがダダ漏れなんでしょうねパクッていくだけなのに、ね、ちょっと名残惜しいですけど、はい、これはあのさっきのやつ食わないかもしれないんでですね、ちょっと移動しましょうか、移動しましょう、はい、ちょっと風も強くなってきたんで、うん、ちょっと片裏の方とかでも、はい、なんか探しながら、ちょっとミニマムゲームになるかもしれないです、そうですねたまにはいいでしょう、はい、大きいものを追い求めるよ、うん、まあ、その中でラッキーででかいの釣れたら嬉しいなぐらい、ね、じゃあ移動、はい、移動します、はい、さあ移動してきました、はい、はい、じゃあここで
また頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。何が釣れるかな。そうですね、わかんないですけど。わかんない。頑張っていきましょう。頑張りましょうかね。はい。じゃあ私は最初どうかな。はい。堤防といえばどうですからね。さっきもなんか変なメッキらしきものがいましたからね。結構堤防沿いってなんか本当なんかね、はい、しかも意外に重いやつを置いたりしますからね。なかなか気が抜けない場所、はい、でも気抜いちゃうんですよね。堤防沿いはお魚どころかお魚がいない内側もいないですよ ね、 ね、内側もやってみよう。どうでしょう。さあ、児玉さんは外側に軸、はい、ソフトバイビーですね。何が釣れるかわからない、はい、それがショアジギングの面白いところですね。何が来ました？そこで来ました？はい、そこで来ました。おお、来た来た来た。これは？あった。抜き上げれます？どうしよう。いけそう。いけないか？よいしょー、ナイスー。マハタですね。ウェーイ。ナイス。イエーイイエーイ。ナイスです。20センチ超えてるよ。はい、マハタ。マハタ。こんなとこで。マハタ食ったことないっすよね。あ、そうなんですか。僕もです。いいサイズ。マハタかマハタもどきかわかんないですけど。いやー。小玉さんがビッグバックを巻いたのはハタが。そうですね。はい。アラが釣れますね。釣れが。ハタハタってハタさんのこと。俺？私がライントラブルに。やったー。すごい。ナイスです。ありがとうございます。よっしゃ。オッケー。ナイスです。やった。ありがとうございます。うい。魚。バッチシキックバッカー頼りになりますよ。でも本当なんだかんだ釣れてますよね。そうですね、ビッグバッカー本当やりやすい、うん、意外とこのフェリーが来るからか深いですね、うん、そうですね、時間がかかります。ここまでけど下は岩がゴロゴロしてるから、はい、寝魚とか居つきやすいとかがあるのかもしれないですね、うん、自由がでかっ 40g でしたね。ナイスです、はい、ナイスです。でもこいつはリリースでございます、はい、ただいま末永くんからお電話ですね、はい、釣れました末永さん。えマジで何の釣れたと。アラカプくんでございます。もしもーし。末永さん嘘やろ嘘やろ。あ、もしもし。変なボタン、変なボタン押してる。ラララララララ。アラカブが釣れました。釣れました。おめでとう。ありがとうございます。末永さんのおかげです。あ、なんか俺の電話かけた瞬間釣れたね。釣れました。見てください、ほら末永さん、ほら見え、見え。やった。おめでとうございます。行きましょうよ。一回も行けてないですからね。もしもし。はい、フェリーの時間が、はい、そうですね、もう来てしまいました、はい、ので今回まあ釣果は、はい、サイズはそんなやっぱりいいのは釣れなかったけど、じゃあ帰りますかね。はい、はい、じゃあ、はい、今回はマハタか。マハタ、はい、を無事持って帰れる、はい、何を作るかはちょっとわからないですけどね、うん、まあ帰って準備しましょうかね、はい、やりましょう、はい、じゃあ今回はここまで。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、まあ
とうございました。動画視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちらになっております。今携帯スマホでもクリックすると見れますよ。チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。